お疲れ様でした。したあの、本当に夏らしい。あの入道雲とか花火とかの前で盆踊りさせていただいて、もうあの一足先に真夏気分を味わえる。すごくあの楽しい撮影になりました。はい、もう私も吉岡さんと一緒に、もう若返った気持ちでもう夏を先取りして。 しかもビールを飲みながらですからね。本当にもう最,高、ね、最高でした。ね最高でした。はい。<laughs> 私もあの坂本さんと盆踊りさせていただける機会が、まさか自分の人生に訪れるなんてっていうので、本当貴重ですし。なんか坂本さんのこう、なんか踊り方が素敵というか、はんなりとされてて。<laughs> なんか一緒に踊らせていただけて、もう光栄でした。もうそっくりそのままお返しします。<laughs> <laughs> 吉岡さんとですよ。まずこうやって吉岡さんとコマーシャル一緒に撮ってるってことがもう私の中では夢のようなもう気持ちでおりますしもう近くにこんなに近くにいさせてもらえてもう本当にこのコマーシャルをテレビで見るのが楽しみです <laughs>。はいもうあの ウェブバージョンも撮ったんですけどウェブバージョンは長尺で坂本さんが踊ってらっしゃるのが見られるんですけどそこにこう合いの手のようにちょっとうちわを持ってったりとかちょっとあの栗アサヒを持ってったりとかそれが個人的にすごい楽しくて踊り自体も楽しいんですけどなんかちょっと黒子役させてもらったみたいな楽しさが今回ありました。<laughs> 贅沢ですよね。うん、ねえまあでも本当にあの一緒にこう練習しながらね。はい。で徐々に徐々にこう息が合ってきて。そうなんですよね。ねやればやるほど。やるほどね。はい。ピッて決まった時の<う>嬉しさ。<laughs> ね。ありました。<laughs> はい。<laughs> お気に入りの売り付けは私はやっぱ一番初めの構えがカウントした時にこう素早く。 内輪を持ってピッってやるこの一番初めのド <laughs> ドンドンの構えがすごい好きでしたそこが綺麗があってねやっぱりかっこよく決まりましたもんね、はい、私はやっぱりウッキウッキワクワクかなこれ可愛いですね,ね。はい。<laughs> なんでしょうでもやっぱり 本当に、あの、クリアサヒ飲んでいただいて、楽しい気持ちで、もう、ウキウキワクワクで、うん、あの、好きに踊るっていうのが一番いいと思います。そうですね。まあ、私たちは基本的な踊りを、え、一応、踊らせていただきましたんで、それを見ていただいて、で、それから、もう自由にアレンジしていただいてね。はい。では途中でこう、飲みながら、あの、踊られたら、さらにこう、品ができてね、<laughs> いい感じで踊れるのではないかなと思うんですけど。 いいです、ねはい、なんかやっぱりこう盆踊りとかって本当に日本の風物詩であの暑い夏をこう楽しく乗り切るあのなんかアイデアといいますか,なんかすごく素敵な文化だなと思うのでぜひ本当に好きなあの過ごし方、まあ、ビールを飲んで楽しく踊っていただける時間が もしあればいい思い出になるかなと思うので、ぜひチャレンジしてみていただきたいです。はい。もうあの、ご近所の皆さんと一緒に、もう、こうやって楽しんで踊っていただくのが、やっぱ盆踊りの良さだと思いますので、はいうん、とにかく皆さんが一つになって楽しんでいただければなと思いますね。うんうんはい、いいですね。ねはい。 あの私はあのリンゴ飴がもう子供の時から大好きで<あ>本当にあのなかなか最近夏祭りって行けてないんですけどリンゴ飴の専門店が最近よく街中で見かけるので、うん、あのよく行かせていただいてます最近もうカットして食べやすくしてあるリンゴ飴が美味しい<あ>大好きです<ー>はい確かにモリンゴ飴は。 もうこういうね、夏祭りとか、はい、もうそういうにはこう、うん、欠かせないものなんですけど、はい、やっぱこう、かじるときに勇気がいるじゃないですか。そうなんですよね。若いときはいいんだけどね。<laughs> そっちの意味でですか <laughs> あ、違う意味だったの見た目がとかじゃなくて。<laughs> あ、全然見た目じゃなくて。<laughs> いやだわ、もう本当に。年がバレちゃいますね。カットしてるのもあるんですね。そう、食べやすいんです。うん、あと、マスカット。マスカット。 外飴もすっごい美味しくて。はい。そういうの出店に出てましたなんか出店であるところはありますね。ちょっとちっちゃくて食べやすいので。はい。私の子供の頃はなかったんですけど、大体こうリンゴ飴とか、綿菓子とか、あいいですね。あと、関西ですから、たこ焼きは必ずありましたね。わかります。私もたこ焼き大好きです。ね。はい。もう暑い時にあの、夫婦しながら食べるのが美味しいですね。美味しいですね。で、ちょっとビール飲んで。最高ですね。 ビールはもうやっぱたこ焼きですよね。ね <laughs> はい、まあでもよくやってたのは射的ですかね。うん、なんかもうキりッりのところまでうね飛ばして。そう,そうそう。はい、ちょっとズルして。<laughs> うん、もう意地になって。<laughs> 一緒だした <laughs>、はい。楽しいですよね。ねあとは、はい、あとは、まあでもやっぱり、 子供の時はヨーヨーも楽しかったずっとこうやってパン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 ってやって遊んで帰ってましたけどなかなかでもこう濡らさないようにこうねするのがねかああいうのもすっごいいいですよね情緒があるといいますかはいですよねちょっと共通でした嬉しいですねか私も私も関西でたこ焼きも一緒でしたしはいあそうですかそうなんですか関西どちらですか 私は和歌山なので同じ関西でもちょっと田舎の方なんですけどお祭りっていうとやっぱちょっと土地柄出ますよね出ますね、うん、でも今のところこう出店のものは同じ感じで、はい、あのちょっとマスカットが違ったぐらいであそうです、ね、<laughs> はいはい私はあのなんてあの保冷剤の枕で睡眠をとる おお寝る時に保冷剤をそうです夏はやっぱりなんか頭熱くなってきちゃったりするんでちょっと保冷剤の枕は常に常備するようにしてますはいそうそしたら解眠ですか解眠ですねスーっとしますねはい私は暑い時こそしたいっていうのは私まあ年に二三回しか行かないですがゴルフ行くんですねでも真夏は やっぱり日焼けしないで普段着物なので、<ー>もうとにかくあの、ゴルフをする時も両手袋、首ももうなんかこうタオル巻いて、で、もう常に傘差し、日傘差してゴルフするんですけど、はい、もうそんな暑い時に日焼けも気にせず、もう傘も差さずに、もう手袋もせずに、いいね、もう半袖、もう短パンでゴルフしたいです。はい、わあもうこれはね、叶えていただきたいですけど。やはり女優さんもや、はい、こう日焼けしちゃいけないです。 でしょそうですね日焼け対策すごいしてますね,ね,ね憧れます暑い時にこう海に行ってこうね、はい、なんかもう薄着でね<ー>なんかわあみたいな開放感みたいなやってみたいですよねできないんですよこれでき,い、はい、できないですね私はあパラグラグイダーえっ、ー <笑><笑>えー、高いところ平気そうですね意外と平気なので、はい、なんか昔オーストラリアに旅行に行った時に気球に乗るのが夢で、うん、本当に感動したので多分私は高い空からの景色への憧れが強いタイプだと思うので。うわ。あとバンジージャンプじゃなくてあの飛行機からピョって降りるスカイダイビングとかもやってみたいですね。はい 超すごい。坂本さんあんまり高い場所は私高いところは嫌ですね。そうですか。うわー。 スキューバーはどうですかもうそんな海の中なんか怖くて。<laughs> あの、あの、ジェットコースターとかもそうですし、はい、もうなんかこう、そういうの信用できないっていうか <laughs>、怖がりなんですよね。<laughs> あでも、やっぱりリスクマネジメント大事ですよね。<え>そうですね。はい、いや、でもそれぐらいの気持ちでいろんなことにチャレンジするっていいですよね。 もうぜひやってほしいです。本当ですかちょっと、うん。でも保険はかけといてください。<laughs> そうですね。一応。大事ですよね。ね <laughs> 私、夏はね、もう本当に気にせずに、もう、 体のこともカロリーのことも世間の目も気にせずに飲んだくれたい。うわ素敵。<laughs> どうでしょういい、最高。<laughs> いい一番いいですね。ね、はい。どうそれも。私もそれがいいです。<laughs> ね、<laughs> それいい飲んだくれたい。<laughs> はい。はい <laughs> おつまみやっぱり夏は枝豆でしょうあでもいいですね,ねさっぱりしてるのがいいですよね,ねあと私は、まあ、さっきのたこ焼きとか焼きそばとかも好きですけど何が、うん、いいかな今日のお昼に出てたバンバンンジーのサラダみたたいいなすすごい美味しかったです鶏肉とトマトときゅうりをちょっと甘辛くした感じのあえのとか大好きです そうですね。あの、もう監督含め、こう同じチームで、あの、やれる喜びっていうのもありましたし、あとはその、前回が、その、飲む、で、その美味しさを伝えるっていう芝居を、まあ、人生初だったんですけど、前よりは上手くなってっかなって感じがあるですね。で、なんかあの、これ夏の、今回夏ということで、 この夏場に飲むビールって僕はもう本当に毎年の楽しみみたいなところはあるのでなんかそのその空気を思い出しながら自分がまさにこう夏今飲んでる感じっていうのを思い出しながらやらせてもらいましたその前回結構僕そういうなんていうんですかねあの研究するの好きなんですけどあこういい研究対象だなと思ってたんですよ 飲みカットっていうものが、美味しいままやって、もちろんそれもいい、それもいいんだけども、こっちも欲しいです。この味は、味わいはこうなので、そのトゲをそいでこう丸くしてくださいみたいなニュアンスがなんかすごい淡い,い研究対象だなと思ってたんですけど、なんか、割とこう、 前回よりもさらにのびのびやらせてもらったなっていうのがまあ印象かもしれないです <laughs>。あの最近ですね、うちのバンドの方にもあの差し入れいただいてライブ後に飲んだりしてるんですけど夏はやっぱもう僕らの一番の仕事場といえばフェスなので結構フェスギ夜が続くのでもう フェスってでも実はあの僕ら出番30分から40分なんで一日通して仕事してる時間って30分から40分しかないんですよ。だからもうあとフリータイムなんですよ。だから終わったらフェスのご飯とクリア朝日で乾杯したいなっていうもうまさにそういうこうご飯とビールとで仲間と乾杯っていうやりたいです。 僕はあのー、子供の時から好きなのがベイビーカステラなんですよね、なぜか。<laughs> なんかもっと <laughs> ガツッといけよって思うんですけど。なんかあのー、ポン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 って焼いて、あの、紙袋に入れてくれるじゃないですか。なんか、あれが、すごいなんかこう、映画の世界観って好きで、紙袋っていうのが。子供の時からなんですけど、あの子、カステラが紙袋の中に入ってるっていう、 状態がすごい好きなんですよ。だから、祭りとかで店が出てると、まあ、まず一旦ベビーカステラ食べて、あとこう、こうなってるじゃないですか。あれをこう、口の中でうまく半分にするのがす好きなんですよね。なんか <laughs>、こう食べるんじゃなくて、こう、半分ずつこう食べるっていうのを、子供の時からやってましたね。はい。 今もあったらベビーカステラ食べますね。なんていうんですかあの、素朴、素朴じゃないですか昔ながらだし、味変わらないし。こう、過度に甘いわけでも、甘くないわけでもない。あの、絶妙な。カステラなのかどうかも怪しいっていう、カステラとはなんだみたいな。でもなんか、あのベビーカステラっていうものはすごい好きです。そうですね。 なんかやっぱ大人になるとあんまり夏祭りって行けないんですけど、子供の時よくやってたのはヨーヨー釣りかな。なんか意外とその射的とか、なんかそういうのはやってなかったんですよね。ヨーヨー釣ったり、スーパーボール取ったりみたいなのは無難にやってました。で結構、ヨーヨー釣りは上手かった記憶があります。なんか、あの、何かを釣るとか。 金魚すくいとか、めっちゃ得意でした。うん、はい。いや、金魚すくいに関しては僕もすごく、すごすぎて、取れすぎちゃって、デメ金とかも,もうバンバン取るから、やめてくれって言われたことがありますね、本当にで、本当にみんなで、家で金魚飼ってました。たくさん。ヨーヨーすくいもう上手かった記憶ありますね。また、あれってぶっちゃけ1個でいいじゃないですか。っていう、なんか。 うまくてもなと思いながらすぐ終わっちゃうんですよね、だから。そうでもなんかとりあえず余裕を買ってボンボンやってるみたいな記憶があります。はい、暑い時こそ、なんか暑い時こそなんか家で煮込み料理とか結構したくなるというか、夏の晴れ間とか、休みで家にいる時は、なんかじっくり、 冬場のイメージがなんか鍋とか煮込み料理ってなんか自分の中でもあるんですけど、でも夏だからこそ暑いからこそ、なんかじっくり作れる料理をやりたくなるんですね、僕は。なんかあの、冷やし中華とか、ああいうのももちろんいいんですけど、夏らしい多様のも,もちろんいいんですけど、なんかじっくりこう、本当に長い時間かけて、煮込み料理を作りながら、ダラダラ飲むみたいな。 なんかそういう、なんか、時間を気にしないというか、まったり、煮込み料理とかも、なんかそんなにしょっちゅう、面倒を見続けなくても、弱火でじっくり煮込んでればいいから、なんかそういう、こう、何かと何かを同時進行でやりたい人間なので、ちょうどいいんですよね、こう。煮込んでる間に、ビール一貫飲む、栗野菜飲む、アニメ見ながら、 ちょっと鍋の様子見に行くみたいな、なんかそういう一日を過ごしたいです、はい。はい。そうですね。何やろうかなと思ってますけど。なんか、まあ、煮込みではないですけど、チャーシューとか作ろうかなと思って、がっつり。がっつりチャーシュー作って、家でラーメン屋でも開こうかなっていう。まず、だしを取るとこから。 で大きい寸胴欲しいんですよ、これも。ね。ここして、パイタンスープとか作ろうかなと。<laughs> はい、思ってます。